皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の国語気持ちよく対話を続けようの内容です。教科書10ページを開いて一緒に国語の勉強を始めましょう。皆さんは日常のやりとりの中で 話が盛り上がったり、反対に話がうまくつながらなかったりしたことはありませんか今日は、気持ちよく対話を続けるためには、どんなことに気をつけたらよいのか、みんなで考えてみましょう。ここで一度動画を止めて、今日の目当てをノートに書きましょう。書き終わったら、 動画の続きを見ましょう。今日の目当ては書けましたかそれでは、教科書10ページ、11ページにある3つの対話の例を見てください。ここで動画を止めて、3つの例をそれぞれ読んでみましょう。読み終わりましたか 3つの例は、どれも対話がうまくつながっていませんでしたね。どうしてうまく対話がつながらなかったのでしょうか。ここで、一度動画を止めて、それぞれの対話のどこに問題があるのかを考えましょう。自分の考えをノートに書き、書き終わったら動画の続きを見ましょう。 それぞれの対話の問題点を考えノートに書くことができましたかそれでは例1から問題点を整理してみましょう。例1は話題を出した側話し手は昨日見たニュース番組の中で防災という視点が大切なんだという内容があったことから 防災を話題にしようところが話題を受けた側聞き手は「昨日ニュース番組を見た」という点を話題として受け取りそのニュースで見た次のコーナーの内容について話していますね。つまり2人の話題にズレがあったようです。次に例2を見てみましょう。 話し手は防災を話題にしようとしていますが聞き手は話し手の「揺れを止められるわけではない」という部分について話を続けていますねつまりニュース番組の同じコーナーについて話しているけれど話の焦点が違っているようですそれでは例3はどうでしょうか 話話しししは、防災を話題にしようとしています。聞き手も防災を話題として受け取ったようですが急に具体的な経験談に話が飛んでしまっているため対話がうまくつながっていないようですねつまり話そうとする内容にズレがあるようですそのため互いになんだか 違和感を覚えてしまっているようですね。それではどのようにすれば気持ちよく対話を続けられるのでしょうかここで一度動画を止めて3つの例から考えたことをノートに書きましょう。書き終わったら動画の続きを見ましょう。 自分の考えは書けましたか例えば聞くときは相手が何を話題にしようとしているのかなと考えたり話すときには相手にはっきりと話題にしたいことが伝わるように話したりすると良いかもしれませんねまた話題がずれてしまったら話題にしたいことについて どう思うと尋ねて、話題を伝え直してみても良いですね。それから、互いに話題に沿って対話を続けようとする気持ちも大切ですね。自分がノートに書いたことを、今日のまとめとし、他の学習や日常生活の中で活かしていきましょう。これで、 今日の学習を終わりにします。